すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけども、昨日まで静岡だったんですけども、本日から打って変わって福島ということで郡山初上陸です。するのはこちらです。ドン。 JR 郡山駅から徒歩10分くらいのところにありますマスハンさんにお邪魔してます。実はこちら郡山にもご当地ラーメンとして郡山ブラックなるラーメンがあるらしいです。こういったご当地ラーメンもやはり一人のラオタとしては食べていかなければならないということで、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあマスハンさん、注文してです。今回はお目当ての郡山ブラック濃い口ラーメンをお願いしました。ご飯物も気になっていましたが、遅めに行ったので売り切れてしまったぞと嘆いていると、こちらがマスハンさんの濃い口ラーメンです。わっほーい。シンプルイズベストな昔ながらの中華そばビジュアルですが、スープはかなり濃い色をしている。すでに醤油の香りも漂う中で、いただきます。まずはそんなブラックスープから飲んでみると、うめー。甘みありつつ芳醇な醤油の風味が鼻を抜けていく。醤油のうまさをダイレクトに味わうことのできるスープ。色は濃いですが、甘みと旨味の共存したバランス良い味わいです。さあそんな気持ちはレインボーになるスープを何度か堪能したら、お次は麺をギフト。すでにスープ色の中細麺をおすすろう。パピーン。スルッと喉越しよく、噛むともちっと食感でうまい。キレのある醤油スープも絡み、改めて小麦との相性、そしてすするとの相性の良さを確認しました。さてこの至福の時間に余計なものはいらないとばかりに、この一杯と向き合いまくって、ここでほうれん草をパクリ。これが全く臭みなく、シャキシャキでめっちゃうまい。調理場のお母さんたちの丁寧な仕事ぶりが伺えます。ではそんなほうれん草を絡めてすすったりしたら、今度はチャーシューを一口。小ぶりですがしっかり柔らかく、味も染みていて、なんだか小さい頃に母親がこんなチャーシュー作ってくれてたなとか思って、懐かしい気持ちになりました。てな感じでキレのある芳醇な醤油を涙ちょちょ切れながら綺麗にガンガン味わいまくって、クライマックスはペッパーをパサー。王道醤油ラーメンにはついつい入れてしまいますが、やはり全体が引き締まって最後までうまーい。そんなコーナーでラストにナルトもパクリと食らって、本日も大満足で完食です。大変美味しくすれました。ストレートに混じりっけなくうまい素敵な一杯でした。それではコスメ。はい、ごちそうさまでした。いやーマスハンさんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。濃い口ラーメンということで結構塩分きつめなのかなと思ったんですけど、醤油がしょっぱすぎるということはなくて、たまり醤油の甘い香りが何とも言えない食欲をそそる美味しい一杯ですね。スープは甘みとキレが共存していて、醤油で食わせるタイプで、僕レベルの舌では出汁が何なのかとかはいまいちよく分からなかったんですけど、醤油のうまさだけでずいずい麺すすれちゃいましたね。ちょっと遅い昼の時間に行ったので、ご飯物はすでに終了していたのがちょっと残念でした。あのスープと半チャーハンを一緒に食べたかったんで、またちょっと伺わせていただきたいと思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、マスハンさん、郡山着いたらまずマスハンや、うまい。